こんにちは経済都市伝説テラーの木村よし子ですえ今回は2022年1月度初めての経済都市伝説をお届けいたします視点を変えれば新たな世界が広がります今回はどんな展開となるでしょうかぜひ最後までご覧くださいね木村よし子の経済都市伝説 こんにちは。経済都市伝説テラーの木村よしこです。2022年7月号の後半をお届けいたします。テーマは、ロシア、中国、アメリカ、日本、台湾、どの国が亡くなる、亡くなるのかにつきまして見ていきたいと思います。前半でお届けいたしましたように、亡き安倍晋三さん、かつて総理を務められた安倍晋三さんは、最大派閥の安倍派の講演で、 日本の国民の財産と生命を守るためには、防衛費7兆円規模、GDP 比2%は確保しなければいけないんだという説をおっしゃっておられました。えそしてご自身は3度目の当番を希望されていたと思います。憲法改正も必ず成し遂げたいと思っていらっしゃったでしょうね。その安倍晋三さんが亡くなり、えー、今一度、 そんなに防衛費を使う必要があるのかという意見もある中で、さあこれから先、防衛費を使ってどのように備えていくのか、まあ、そんな議論が活発になってくるものと思います。さてそんな中ですね、ロシア侵攻の後始末としまして、ロシア五分割解体のシナリオがささやかれ始めました。 実は、ロシアは経済制裁を受けて相当に痛んでるという話ですね。そして、今年の9月、2022年の9月、ロシアのプーチンさんを封じ込め、五分割していくんだという計画があるやに言われております。ロシア五分割、この説をどのように内訳していくのかということですが、 モスクワを中心とした現ロシアの勢力で構成されるロシア正教圏、中央アジアに隣接するイスラム教圏、モンゴルに隣接する仏教圏、そして極北地域にあり、多数の遊牧民が生活している遊牧民国家、そして北方領土を含む極東地域の極東共和国に分割しようじゃないかという 話があるそうですね。となると、ロシアが真っ先に地図上でいなくなる可能性があ,ありそうだということでございます。いやいや、そうなったら中国がロシア五分割の混乱を利用して台湾を制圧するんじゃないか。だから備えなければいけない。この説もありそうですね。となると、ロシアと台湾が地図から あ、塗り替えられていくんでしょうか。さて、中国の習近平国家主席は、今年の秋、2022年の秋ですね、共産党大会で党のトップとして異例の3期目に入ることが確実視されています。なので、2027年までに台湾併合の実績を上げたいはずだという観測が持たれているんですね。しかし、この行動は、 えー、ロシアによるウクライナ侵攻で前倒しの可能性があるんだ。だからこうした有事に備えるためには日本も負けずきちんと防衛力を整備し、いつでも尖閣諸島などに触手を伸ばしてきそうな中国に備えなければいけないんだ。だから防衛費を増強しなければいけないんだというシナリオもありかもしれませんね。 さて、台湾の国家安全局長は、蔡英文さんの政権の任期、2024年5月までの台湾有事はあり得ないと発言しております。まあ、これを考えますと、そんなにすぐすぐ台湾有事はあり得ない。だったら何も、そんなに日本の防衛費を増強させなくても、もっと違うことに使えばいいじゃないか。この議論もありかもしれませんね。 まあ今にして思えばですね、よく出来上がった時系列でのカレンダーですね。まあ私作ってみてですね、つくづく、あそういうことだったのかというふうに思います。安倍晋三さんはおそらく、この岸田総理ですね、2021年9月が自民党総裁任期のこの一期がやってまいります。ここで総裁選に打って出て、蔡英文さんがいなくなった台湾の備えをするために、 日本に改憲を図って、ご自身が総理となってですね、このアメリカの、この、えー、軍需品をたくさん買っていくために、防衛計画の対抗ですね、そして、えー、中規模などで、日本の防衛力を増強させて、アメリカに、経済的な恩恵をもたらしながら、互経関係を結んでいこうとされてたのかな、というふうに思いますね。さて、えー、岸田さんは、 安倍さん亡き後、どのようなお考えでえ、これから日米関係を進めていかれるんでしょうか。まあ一説には2020年度中、すなわち今年の12月末頃までに、解散総選挙をして、任期を長く、1年でも長くやって、そして長期政権のもとでアメリカと恵関係を結んでいく計画があるんじゃないかと言われておりますけれども、さあどうなるでしょう。 さて、2022年7月3日、中国がロシアとインドで国境橋を開通させました。2024年までに年間約400万トンの貨物と200万人の旅客の輸送が可能になる橋です。中国は巨大経済圏構想、一帯一路イニシアチブ、BRI ですね、道路橋を含む加盟国間の 輸送経路のインフラに注力しております。この一対一路イニシアチブですねえ。こちらの構想に反対のインドとも同様のプロジェクトを進行しております。ロシアはインド、中国、ロシアと三国同盟を希望していると言われております。まあ、ご,ご分割される案がイギリスなどから示されておりますので、なんとかこの中国、ロシア、インドで三国同盟を結べば怖くないということでしょうね。 ところが、インドはですね、アメリカ主導のインド太平洋経済枠組み、IPEF へも参加し、この橋渡しをするえ国際的なパワーバランスをうまく調整する役割を期待されていた安倍晋三さんがいない中で、どう決着していくのかというのが見通せないところが、なんとも、おこうお、不透明感があるところですけれども、まあ、こんなパワーバランスの中で、中国、ロシア、インド、 アメリカ、えー、そして台湾の行く末があどうなっていくのかということを考えていきたいと思います、えー。さて、ロングタームで国の行く末を考えてみる、そんな視点も持っておくと、えー、いろいろな考え方が浮かんできますね。2050年を待てば、あ中国の人口ボーナスも減少に転じ、えー、そんなアメリカと互角に戦えるような国じゃなくなってる。 だから、座してずっと待ってればいいんだ、という説もある一方で、2050年に、いやいや、日本だって大変なことになってるんだよ、という説もあるわけですね。まず、中国よりも先に少子高齢化が進行した日本では、超高齢化社会になり、働ける人の人口がぐっと減ってるものと推察されます。そうなりますと、ただでさえも AI 化によって人々が働く、 場所を失っている中、所得税を納めている人はいるのでしょうか。そうすると、防衛費7兆円なんて言ってる場合じゃなく、貧しい国になってる可能性もありますよね。そして、地球温暖化が進み、農作物も取れなくなっていると、一体日本人は何を食べて生きてるんでしょうか貿易状態は赤字なんでしょうか黒字なんでしょうか、まあ、そんなことを考えると、現在、 え盛んに防衛費を7兆円規模だ。GDP 比2兆、いや2%超えだなんて言ってる議論は今だけのことかもしれませんね。貧乏国になってしまうと、そんなことも言ってられなくなるのではないでしょうか。さて、えー、日本の人口があ1億人を切ってですね、減少一等をたどる未来はそう遠くないようですね。所得税を納める人、 消費税を納める人、どのような比率となってるんでしょうね。そして、2050年の中国は、100年マラソンを走ったゴールに到達している可能性がありますね。中国の建国100年の、この翌2050年までのロードマップを明らかにした、こんな本が盛んに取り出されたのは、記憶に新しいところです。 製造物のナンバーワンを取り、そしてアメリカに負けない GDP を2035年までに達成し、そして2050年世界の派遣国家となるんだという野望を持ってると言われます。えさて、私たちはこのようなあニュースによく接しますよね。米中外相会談、対話の継続で一致するも台湾めぐり激しい欧州化、 このニュースが報道されているのが2022年7月9日ですね、えー。大木さんとブリンケン国務長官が話し合いをして台湾をめぐって応酬しているという、すなわち、えー、中国とアメリカは敵対関係なんだと、えー、異なる考え方を持って敵対しているんだという印象が持たれるわけですけれども、まあまたブリンケン国務長官は 香港の方たちの人権にも言及されていますので、異なる考え方で対立してるんだと思いがちです。日本はだからこそ、アメリカの側に立ち、中国が何するかわからない国であるからこそ、防衛費を7兆円積み上げ、GDP 比2%、これからも確保し、そして憲法も変えてですね、いつでも臨戦体制に入れるようにしなければいけないんだ、というロジックでしたね。 でも視点を変えれば違う見方もできるのではないでしょうか。あ実はこうした病気もですね、この米中で、えー、まあ、実は水面下で、あうんの呼吸で、えー、共に分かってやってることなんじゃないかなという視点も必要なんじゃないかなと思うんですね。何しろ中国は人口15億人に迫る人口大国ですね。まあ、このままこのまま人が増え続けますと、 えー、地球の自転が人の重さでもって狂ってきて、持続可能性に疑問符が出るということですね、よって、こうした病気を流行らせることによって、この地球の持続可能性をともに、えー、目標として、人口減少社会を作ろうとしているパートナーかもしれないなと、そんな視点で、米中を見れば、喧嘩してるふりはしているけれども、 実はつながってるんじゃないかなという視点もありかなと思いますね。経済都市伝説としてはそう思います。さて、えー、この米中関係ですけども、対立軸を鮮明にすればするほど、我が国、何しろ世界有数の金持ち国家です。えー、国民の家計所得だけでもですね、日銀循環、資金循環統計で2000兆円超えの金持ち大国、 この金持ち大国の軍事費目的で、アメリカの軍需産業にお金を落としていけば、アメリカはその分儲かりますし、また2050年になった時点で日本が少子高齢化が極まり、人口が減って所得税も納める人が少なくなり、衰退していけば、こんなことも考えられるのではないでしょうか。あハワイ王国が滅び、 アメリカにとっての重要な軍事拠点、そして観光立国化を図ったハワイですね。ハワイのような立ち位置に日本を持っていく絵図もあるんじゃないでしょうか。人口が減った日本では、欧米の資本がどんどん日本の土地を買い漁り、その観光立国化を充実させた後、やってくるのは中国のお金持ちたち。 えー、欧米の資本のホテルに泊まってお金を落としていくのは中国人。えー、そんな立ち位置に日本を塗り替えていこうとする。まあ、すなわち、えー、ハワイ王国だってアメリカ資本によってそうされてきたわけですよね。日本だってハワイ王国の二の前で、このアジアのハワイ化。えー、日本の将来はアジアのハワイになるんじゃないか。まあ、そんな50年後、30年後の えずも見ていく必要があるんじゃないでしょうか。日本が金持ちの間だけ、この7兆円だ、GDP 比の2兆円2、2%超えだという軍事費でアメリカを潤し、その潤すためには、米中が喧嘩しているふりが必要。まあ、そんなことも考えてみる必要があるんじゃないでしょうか。そしてロシア、ウクライナ問題でロシアの行動を促進させたのもアメリカでしたよね。 まあ、バイデン政権がスタートしてから、ロシアのプーチンさんも、五分割の浮き目に合う可能性があるシナリオの上を走ってる方かもしれません。そして、安倍さんが早く亡くなってしまうという番狂わせがあった後、岸田総理、一体どう覚悟を決められるんでしょうね。そして私たち30年後、自分たちの死死孫孫に、どのようなお土産を残していけるんでしょうか。まあ、そんなことも、 考えてみたいですね。視点を変えれば新たな世界が広がります。経済都市伝説テラー木村よし子がお送りしたあ、どの国が一番真っ先に地球上のマップから消えるのか、そんな観点で見ていただけると、新しい視点が得られるように思います。ぜひまた木村よし子の経済都市伝説で面白いストーリーを楽しんでください。それではまた。